今回は白内障手術の費用に関してお話しさせていただきます。学べ眼科の学べです。動画ご視聴いただきありがとうございます。白内障手術を希望されて来られる患者さんで費用に関して聞かれることが多いです。白内障手術の金額は選択するレンズによって金額が違うんですが。 今回のお話を知っていただくと一人一人の金額が違う理由であったりまたは手術を受ける前にあらかじめ用意しておいた方がいいものもあります今回は白内障手術でかかる費用に関してお話させていただきます冒頭でもお話しした通り白内障手術でかかる費用は洗濯するレンズによって値段が違います眼内レンズは大きく分けて2種類ありまして 単焦焦点点眼眼内内レレンンズズと多焦点眼内レンズがあります。まず単焦点眼内レンズでの白内障手術を受ける場合です。この場合、保険適用になります。保険適用ということは保険点数が決まっていますので大体いいどこで受けていただいても同じ金額になります。3割保険で固め約5万円程度で2割なら約3万円1割なら1万5,000円前後になります。 ただ、手術中に薬剤を使ったり、当日に検査をするようなこともありますので、この金額から多少前後することはあるんですけれども、大きく変わることはないと思います。日帰りの白内障手術なら、この金額が大体の目安になります。もし入院されるようなことがあれば、さらに別途入院費用が必要になります。次に、多焦点眼内レンズを入れる場合です。多焦点眼内レンズを入れる場合は、 3つ方法があります1つは保険診療で多焦点眼内レンズを入れる方法ですこれはレンティスコンフォートという眼内レンズに限ります従来保険診療でできる眼内レンズは単焦点眼内レンズのみだったんですが2019年の4月からレンティスコンフォートという多焦点眼内レンズが国内で採用されておりますそのため保険診療でも多焦点眼内レンズを選択することが可能になっています このレンズは選定療養などで使用される参照点タイプと違いまして低加入タイプであり遠方から手元まで裸眼で見えるようになるから眼鏡がなくなるというようなタイプのレンズではありません遠方に合わせると遠方から中間距離だいたいパソコンぐらいまでの距離が眼鏡なしで十分に見えるようになるというようなレンズです完全に眼鏡なしにしたい方には不向きなんですがハローグレアや コントトラスト感度低下のような多焦点眼内レンズに特有の症状が少ないのでそのようなデメリットが気になるというような方にはとてもいいレンズだと考えています注意することは誰でも適用になるわけではなくて緑内障黄斑症などがん疾患がある方は適用になりませんし強度近視の方で網膜が弱いとか そのような指摘がある方は身長適用になりますのでご担当の先生と相談して決めていただきますレンティスコンフォートを除いた多焦点眼内レンズを入れる場合は選定療養か自由診療で選ぶことになりますこの違いは厚生労働省が認めている多焦点眼内レンズかどうかという点になります例えばテクニスマルチフォーカルやアクティブフォーカステクニスシンフォニーテクニスシナジー パンオプティックスという眼内レンズは選定療養ででで使用できる眼内レンズですこれは要するに手術代は保険診療で行いますがプラス別途レンズ代だけ自己負担になるというようなものですそのため先ほどお話しした3割保険の方なら片目で約5万円の手術費用に加えてレンズ代 だいたい20万円から30万円ほど別にかかるということになります。選定療養でのレンズ価格はクリニックごとに違いますが、そこまでクリニックによる差はないと思っていただいてよいかと思います。次に自由診療で眼内レンズを入れる場合です。自由診療は厚生労働省が認めていないレンズを独自にクリニックが仕入れて使用するということになります。選定療養と違い、手術費用を含めて 全額自己負担になります手術費用だけでなくて白内障手術前後の診察検査投薬の費用など全て自己負担になります通常この費用は合算してまとめて計算されることが多いので費用はどうしても高額になってきますさらに最近だとフェムトセカンドレーザーというレーザーを用いたレーザー白内障手術を行う場合もありますこのようなことまですると費用はさらに高額になります これらは完全自由診療になりますので、クリニックごとで設定金額がだいぶ違いがあって、片目で高いと100万ほどかかるような場合もあります。昔は国内で認可された多焦点眼内レンズは2焦点タイプの眼内レンズしかなかったので、3焦点タイプの眼内レンズを使用するとなると、どうしても自由診療という形を使うしかありませんでした。ですが、今やテクニスシナジーやパンオプティクスのように3焦点タイプ。 焦点深度が広いものが選定療養でも使用できるので自由診療との眼内レンズとすごく差があるのかというとほとんどなくなってきています自由診療で眼内レンズを選んで白内障手術を行う場合は費用に関してもいろいろ注意が必要で例えば手術決まった後にキャンセルする場合キャンセル費用がかかりますクリニックが代理店を通して眼内レンズを海外から購入しているので キャンセル費用がかかってしまいまいす一方で保険診療で使用するレンズや選定療養で使用する多焦点眼内レンズでの白内障手術の場合は通常はキャンセルが可能ですその他に知っていただきたいこととして保険診療でできる手術であったり選定療養で行う白内障手術でも保険診療の部分に関しては返金がある場合があります高額療養費制度といいましてその月の医療費が 一定額を超えた場合超過分が戻ってきますその上限額は年齢と所得で決まってきますのでご加入されている公的医療保険にお問い合わせくださいなお払い戻しに関しては通常3ヶ月ほど時間がかかります後に払い戻しがあると言っても手術費用に関してまとまった金額が一時的に必要になりますのでそのことが負担になることがあります その場合前もって限度額適用認定書を申請されていれば上限までのお支払いで済みますそちらに関してもご自身が適用になるかどうか合わせてご加入されている公的医療保険にお問い合わせいただけたらと思いますこのようなことがありまして白内障手術を両眼同じ月にされれたいいとおっしゃれる方も多いですこれはこの制度を利用されたいとお考えになられているからだと思います この自己負担限度額は月ごとの計算になりますので月をまたいで片目ずつ手術を受ける場合と同じ月で片目ずつ手術される場合で比べると同じ月で両眼手術を受けた方が医療費が高額になるので払い戻しになる可能性が高いからなんですねだからといって白内障手術は手術であって治療でありますから 単純にお金だけの都合で得だからといって両眼手術を同じ月にされるのは賛成ではありません最も優先されるのは治療計画であったり体の調子に合わせて計画していくことが大事だと思っていますそのことを大前提として知っていただき手術を受ける際にこのような知識を活用されるのもよろしいかと思います今回のお話をまとめますとまず1つ目に白内障手術の費用は選択するレンズによって費用が変わります 2つ目に単焦点眼内レンズの場合は保険診療での手術費用となります。そして3つ目に多焦点眼内レンズの場合、選択するレンズによって保険診療でできるもの、一部自費診療になるもの、完全に自由診療になるものと分かれます。そして4つ目に保険診療の部分に関しては高額療養費制度や限度額適用認定証を利用することで一部払い戻しや上限額以上は払わなくていい場合があります。 白内障手術はこのように選択するレンズによって値段が変わってきます。っていただきたいことは高いレンズが必ずしもいいというわけではないということです。多焦点眼内レンズよりも単焦点眼内レンズの方が向いている方もおられます。単純にはお金をかければいいわけではなくて、ライフスタイルによって選択するレンズが違ってきます。 例えば、カメラマンとかデザイン関係の仕事をされている方は、見え方の質にこだわった方がいい場合がありまして、単焦点眼内レンズの方が適していることがありますし、どうしてもメガネから卒業されたい方は、やはり多焦点眼内レンズの方が満足してもらえると思います。自由診療で用いるレンズを含めて、どんなレンズも欠点がない完璧なレンズっていうのはありません。 金額でで決めるのではなくて、しっかりカウンセリングをしてくれる眼科が手術成功の大切なポイントだと考えています。今回は白内障手術に関する費用に関してお話しさせていただきました。この動画では眼科専門医が話す目に関するさまざまな情報に関してお話ししております。よければチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。